BMX ショーチームラッシュパフォーマーの巨泉です。よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、 BMX ストリートの技の覚える順番、そして関連性についてご紹介をしていきたいと思います。まあこれはですね、あくまで僕のまあ主観的な意見でありまして、まあフリースタイル競技なので、まあ特にね決まった順番はないので、そこだけ頭に入れて参考程度に聞いていただければと思います。さあということで、早速ストリート、まず何から練習していけばいいかということをご紹介していきたいと思います。でまず一つ目はフロントアップです。フロントアップ、さあそして二つ目がしゃくりです。リアアップですね。リアを上げる動き。はい、続いて3つ目、フロントアップ、リア、しゃくりができたらポゴです。で、さっきのフロントアップ、しゃくりとかも、あとポゴも、なんか物を置いて最終的にはやってみてください。小枝とかね、なんでもいいんですけど。で、続いてはバニーホップです。バニーホップはさっきのポゴと違って、フロントを上げた後にリアをしゃくってあげるっていう動きになります。で、バニーホップはもうストリートの基礎の基礎になりますので、これは徐々に高さを上げていく。で、あとは、まあ、物を置いてね、飛ぶっていうのもそうなんですけれども、段差を実際に登ってみるとか、で、あとはステアを下ってみるとか、バニホをして、ストリートをやってきてると、ハンドレールとか、まあ、あとフィーブルグラインドとか、スミスグラインドとか、まあ、ペグを使った、トリック、ペグを引っ掛けて滑らせるようなやつも出てくるんですけど、まあ、そういう時って、ただバニホップ、高さが出ればいいってわけじゃなくて、バニホップの着地する位置、高さっていうのをコントロールしないといけないので、ただね、高さ飛べればいいっていうわけではなくて、例えば、まあ、なんか白線とか、まあ、今ちょっとないですけど、そういうのがあれば、白線に対して水平に BMX を走らせて、そこから横にバニーホップをして、その白線の上に着地するみたいな練習もやってみてください。まあ、それで、横のバニーホップ、左右ね、の距離の調整の仕方。で、あとは実際段差を使った同じような練習方法をやってみてください。さ、続いてはフェイキーです。まあ、ここちょっとバンクがないんで、できないので、ついでに、ロックオフからのフェイキーをやりたいと思います。じゃあ続いてが180です。はい。で、あとはジャックナイフ。まあ僕今フロントブレーキついてないんでフットジャムになりますけど、まあこういった動きもやってみてください。で、あとはスキット。あとはマニュアルですね。まあそんなところでしょうか。まあ他にもストリート系のハウトゥーも過去に上げてますので、ぜひ参考にしてみてください。で、ストリートに関しては技の関連性とかっていうのは、どっちかっていうと平地ではあんまりつなぐとかっていう概念はないと思います。やっぱりセクション、まあジャンプ台とか、R とかで、あとはそのボックスとかレール、ハンドレールとかを使ってバニーホップしてからグラインドに入るとか、まあ、いろんなね、そういった動きが出てくるので、そこら辺で自分のスタイルとかっていうのがストリートは出てくると思うので、どういうラインで走っていくかみたいな想像力、まあ、これフラットも一緒なんですけれども、まあそういうのをどういう風にいろんなね、セクション、まあ街中を見てもらって、あ、ここなんか荒れてきそうやなとかね、そういう風に考えてもらえたらと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。で、このラッシュチャンネルでは他にもハウトゥー動画上げておりますので、ぜひそちらもチャレンジしてチャンネル登録もよろしくお願いします。で、またラッシュチャンネルでは今ですね、皆さんの動画を募集してます。メイク動画だったりクラッシュ動画、あとはハウトゥーメンテナンスとか、まあ BMX に関わる、まあジャンルを問わずですね、何でもいいので皆さんからの動画募集してます。詳細は概要欄、ラッシュ公式ホームページから見れるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、以上 BMX ショーチームラッシュパフォーマーの巨泉でした。ご視聴ありがとうございます。
素晴らしい。ありがとうございます。もうね、アグレッシブさがね、半端ないですね。もう最初のね、冒頭の7段ステアのね、あたりとか、ほんとストリート向きの乗り方やなっていう感じですね。しかもなんか4年4ヶ月、BMX 始めて4年4ヶ月らしいんですけど、4年4ヶ月であそこまで行くとすごいっすよね。うん。最後のね、バニバーの、ビーブルからのバニバーアウトとかね、あれは普通にやばいっすけど。ぜひですね、まあ、今後もアグレッシブなライディングを続けていただいて、まあ、今後もラッシュチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで、以上 BMX 庄島ラッシュパワーマネ巨泉でした。ご視聴ありがとうございます。